皆さんこんにちは。久々の会議室からお送りいたします。今週の私の相棒はですね、鈴木亜美さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、亜美です。いや、亜美でしょ。鈴木については怒られないの？ちょっとそうなの？そこはスルーするけど、去年から引き続いて亜美って言ってくれると思った、はい、そっち行きたかった。実はですね、この間の高橋由紀ちゃんとですね、ロケ行きましたらですね、はい、由紀ちゃんがうっかり鈴木亜美さんって言って、木村なって言ってっていう話がありました。そう、ね、あるあるなんですけどね。全然話違うけど、はい、この長い待ち時間の間に、はい、炊飯器買ってきました、ね、炊飯器買ったの？そう、美味しいご飯を炊けるだろうなと思って、はい、レイ君を待ってる間に炊飯器買ってきました、ね。実は私はですね、はい、この間のピーナッツバターをいろいろこう探してきてね、ロケをしたんですけども、うん、その時にOD が用意してくれたパンが美味しかったんですよ、はいはいはい、そのパン屋さんによって自分用にそのパン買ってきました今米とパンでね、はい、ということですね、うん、そう。で今年もですね、例のやつがですね、まだ騒いでおりまして、で通勤の仕方を、変えざるを得なくて、いろんな手段をですね皆さん探してらっしゃるんじゃないかと思うんですが、免許の取得をする方が多く増えて、バイクがたくさん売れているという環境の中でですね、その在宅勤務ができないお仕事の方もたくさんいると思うんですよね。そうするとバイク通勤される方多くいらっしゃるんじゃないかと思いますが、バイクライフを送るのであれば、はい、例えばきちんとしたヘルメットをかぶる、プロテクターをつけるっていうのは、これね、大事なところですよね。もう本当に車にシートベルトをつけるっていう感覚で、もうバイクに乗るときはプロテクターをちゃんと着用するっていうのをもう義務化してほしいぐらいですよね。あ、そうですね、うん、僕ら遊ぶときね、例えばサーキットで行けばつなぎっていうルールがあって、でオフロードで行くとこういうね、ネックブレースとかある、ね、ニーブレースとかいろんなものをやっぱつけて守って遊んでるんですよね、うん。で今回ですね、昨年から亜美ちゃんが楽しみにしていたですね、 CRF250L そして CRF250 ラリーがフルモデルチェンジを果たしまして、これ亜美ちゃん楽しみにしてたんじゃないですか？すっごい楽しみにしてましたね。っていうのも私実は CRF125cc 所有してまして、はい、CRF オーナーなのでね、うんうん、今回の約10年以上ぶりになるんじゃないかな、はい、フルモデルチェンジをした新生 CRF250 っていうのは、はい、やっぱり楽しみにしている方も多かったんじゃないですかね。ですよね、うん、で実はこれがですね、発表会がありましたので、亜美ちゃんと言ってですね試乗してまいりましたので、今回その試乗会の模様をお届けしようと思いますが、まずはですね、開発の方からいろんな話を聞いてまいりましたので、そちらをご覧ください。開発者インタビューはリモートで行われました。開発コンセプトから聞いていきましょう。 CRF の 250L っていう車は売り続けてましたが、どちらかというとやはりその街での使い勝手の方がいいっていうような言葉をよく耳にするようになってまして、少しでもやっぱりこうオフの領域も楽しんでもらえるようにっていうことですね、今回はそういうオフの楽しさを知っているお客さんに向けても、楽しんで乗っていただけるような味付けを、少し、増やしていったっていうことが、車の方向性としてはそういうふうな狙いをしています。決してそのオフの性能を上げるためにオフのユーザーを狙ったというわけではなく、今まで通りオンで楽しんでもらっているお客様、オフでいただいているお客様、でもっと言うとそのこれからオートバイに乗っていただけるであろう人たちに向けて、作り上げていったっていうふうに思っていただけた方がいいんじゃないかなと思います。前作でいうのは、よりオンロードの傾向が強いものとして開発はされていらっしゃった。で今回そこにオフ系を足したっていう僕の今の解釈で合ってますか？そうですね、我々としてはオンロード、日曜走るのも、それからオフロード荒れたようなちょっと日曜走るのも 50-50 っていうふうな考え方ですね。 50%-50% ってもともとはそういうスタートです。で前回の車に関しても開発としてはそういう思いで作ってたんですけれど、やはりこの使い勝手の中ではもう少しオフの方が足りてないんじゃないかというような声もやはり一部ではありましたので、そういう意味ではもう少しその50-50 に近づけるためにオフの味付けを少し今回、上げていったっていう言い方がいいんですかね。結果としてオンオフ車っていう何になるように、車を開発していったっていうふうに思っていただければいいんじゃないですか。開発の皆さんが持っていた情報として、今までこういうところがちょっと足りなかったよねっていうそのユーザーさんの声
で何かそれを受けて今回特にこういったところをこういうふうにブラッシュアップしましたっていう上げやすいものって何かありましたらどなたか教えていただけますか。まあ、初期型から、極低速を盛り上げたりとか、いろいろ手を入れて、まあ、走りの魅力を、作っていったんですけれども、チームとして全体としてやっぱり、まあ、エンジンはもっと底を上げしたいよねっていうのがありまして、まあ、そこでやっぱり今の、まあ、今回の新型の出力特性っていうものを、まあ、扱いやすい、まあ、どこでスロットルを上げても反応するっていうところに焦点を当てて、まあ、エンジンを作り上げていきました。今仕上がったこのパワー感というか低速トルクというのはどう表現しますか。はい、ベテランの人も満足できて、かつそのベテランの人が、まあ、これからちょっとオフやってみたいなっていう人にも勧められるような、まあ、車両全体としてエンジンも車体も、まあ、そういうものに仕上がっていると思います。前のモデルも今回のモデルも僕個人の好みで言うとちょっとさすがよく動くなと。これはクロートであればあるほどもしかするとその大きく動くのを楽しく使えるでしょうけども、スピードレンジ上がると多分セッティングちょっと要求変わってくると思うんですよね。結構初心者に寄ってるのかなっていう印象なんですけども、これはどういうふうに作られたんですか。今回、ストローク量を伸ばしていて、よりピッチング、動きを出しやすく演出がしやすいっていうところがありまして、で、まあ、サスペンションとして動く方が、軽快感とかっていうのが出しやすいです。ちょっとした林道に行ったりした時に、例えば滑る路面であったり、ちょっとした石、砂利、まあ、もっと攻める人は丸太だったりっていう時に、まあ、もちろんエンジンの特性もあるんですけど、スロットルを開けた時にサスが、進んで、ウィリーさせやすかったり動かしやすいっていうところもより安心感につながるっていうところもありますので、今回、まあ、そういう幅広い遊びの中で、見ていくっていうところを意識しまして、いろいろなテストをした結果あれだけ動かすっていうところを狙っています。自分ももともとモトクロスエンデューロをやっていまして、今もレースをやっているんですけど、まあ、仮に自分がモトクロスをやってる感覚で乗ろうとしたら確かに弱いとは思うんですけど、そういうのを目的にしたバイクではないので今回なので、このバイクのコンセプトに対してはすごくマッチしていて、いろいろな人が楽しんで乗っていただけるかなと考えてこういうセッティングにさせていただいております。まあ、新しく免許を取る人で、コロナ禍でリターンで通勤のために乗る人もいっぱいいますし、でアジア市場他の国に行けば、まだ国自体が成長している最中なので、ちょっと一生懸命仕事頑張れば CRF250L 買えるかもしれないですし、そういう比較的新しいユーザーがこのバイクで増えるんじゃないかと思うんですけど、その方々次どこに誘いますか。まあ、25L に始まり 25L に終わってもらってもいいのかなって個人的には思います。わー、なるほど、はい、そう思いますね。なるほど、いや、すごく素敵な答えですね、はい、ありがとうございます。さあ、という感じで話を聞いてきたんですけども、結構印象的だったのが、要は前のモデルと今回何が変わってるのかっていうところで、開発者の方々の、まあ、思いとしては、今回オフロード要素が実は結構強くなっていると、オフロード性能を高めていると、うん、ただそれが前のオンロードバイクだったのを急にオフ車に仕立て上げたわけじゃなくて、もともとが一応テーマとしてはそのオンの要素とオフの要素がだいたい50対50 50-50 のつもりだったんだけども、まあ、いろんなそのユーザーの方からの意見を受けて、もうちょっとオフロードっぽさがあった方が 50-50 になれるんじゃないかと、だからこの割合が急にオフロードがどんどん増えていて9オフロード1オンロードになったわけじゃないらしいんですよ。あ、なるほど。これなかなかね意外な話だったんですけどね。バランスよく行動走行性能とオフロード性能を上げて、うんうん、ちょうどいいバランスになったのが新生 CRF っていうことなんですよね。どちらかというとオフロード要素は足してはいると、ただこれが超えてないようにここで収めたっていうのがその都合らしくて、バランスのいいところで、そうらしいんですよ、はい。まあ、そんなわけで CM に続いて新型 CRF250 シリーズについて詳しく見ていきましょう。今回はホンダ新型 CRF250L、CRF250 ラリーを特集しています。
さあ、アミちゃん、なんといってもデザインかっこいいよね、はい、かっこよかった。なんか競技用のモトクロスマシン CRF450 のそのグラフィックを踏襲して今回生まれ変わった CRF250、 あのバランスがすっごいいいよ ね。で CBR シリーズともつながるようなホンダトリコロールな感じで、うん、なんかブランド全体がまとまってきた感じがなんかね、そのホンダカラー、そのレッドの赤みがすごい目立つなっていう風に感じたのが、あのフロントフォークのフォークカバー、あれがね、赤に変わってたんですよ。あ、なるほど。先代モデルはフォークカバー白だったんですよね。細かいところ見て、さすがオーナーだから、やっぱりもうね、オーナーだし、あとあのオフロードを実際に走る時ってフォークカバーが白だとまあ汚れ目立つんですよ。僕はですね、この本当のちょうど膝が届くか届かないぐらい、シュラウドのあたりが前のモデルよりも今回の方がなんかこう前につながるラインにデザインが変わってるんで、そこがなんかその競技っぽいというかコンペっぽいというか、速そうなデザインになって、先代の CRF ってあまりその速そうな印象のデザインは持ってなかったんだけど、今回のやつは速そうだなっていう、うん、競技の匂いがする。競技の匂いするよね。デザインね。なんかすごいレーシーなグラフィックになったっていうのと、うんうん、そのシュラウドの形状、まあ、はいはい、ラリーなんかまたがってると、はいはい、すごいなんかワイドだったよね。そうだね。タンクの大きさがそのまま生きてるよね、うん、なんかまたがるとそのアドベンチャーマシンに乗ってるなっていう、はいはい、確かに確かに、このワクワク感っていうのがあるのと、あと 250L、はい、またがってみると結構スリムだよね、うん、あ、確かに、あの本当に足がまっすぐストンって落ちるんだよね。そうあれ、ね、ラリーの方は足開くもんね。開く、うん、で今回我々は S っていう、はい、要は身長が高いモデル、まあ、またがってきてるじゃない、うんうん、ただそっちのモデルでも、まあ、アミちゃんの身長、アミちゃんの体重、男の人だったら自重で沈むから、だけど女の人が乗ってもしっかり沈んで足つき不安なかったんじゃない？なかったですね。本当にまあ、テレビ見てる女性の方なんか特に参考してもらいたいんですけど、うん、私サスペンションあんまり沈まないんですよ、うん、体重がまあ軽い方っていうのもあって、うん、ただ今回 CRF250 乗った時に、はい、まあ気持ちいいぐらいにサスペンションが沈んでくれたから、シート高が880ってびっくりするけど、はいはいはい、女の人でもそうだね、もちろんベタ足にはならないけど、片足はどっちかきっとつくので、ぜひこれはね、女性の方にもまたがってもらいたい。 いいよ、ね、あと軽さ、あ、そう、ね、軽くなった新型はすごいね。考えてみて、水冷だよ、水冷のマシーンで前代モデルより4キロ軽くなったっていうのは、だってオフロードマシンって軽さって結構命なんですよ、ね、山の中林道走るのにもう軽くなきゃ結構話にならなかったりするけど、本田さんが本気出したらすごいんだな。見た目 L とラリーどっちが好き？あー、これで悩ましいよね。悩ましいところ、これは遊ぶというか、その山を走り抜けるマシンだなって思ったのが 250L なんです。 L、 はい、でまたがって、あ、これは旅に行きたい、これはどっかなんかこうキャンプとかね、下手したら日本一周とかできるんじゃないかなって思うのが250ラリーなの。あれ、ここに木村亜美の CRF250 ラリーで行く日本一周企画、これ発動でよろしいんですか？年内発動予定なんでどうですか？で僕もその、まあ、L とラリーとそれぞれまたがって、見た目だけで言うと僕はそのスーパースポーツ好きからするとちょっと逆方向かなって気もするんだけど、でっかいカウル好きなの、ラリーすごく好きなの、ラリーさ、まあ、アフリカツインとかそういうのも大好きなんだけども、またがった印象で言うとやっぱカウルもでかくて顔が重たそうな分、ハンドルもちょっと遠く感じる、うん、L の方が前輪の上に乗っかれる、ここでこう乗れる感じがやっぱなんかモトクロス寄りなんだな、こっちはエンデューロとかやっぱダカールなんだなっていう感じをね受けた。バイクを操ってるっていう感覚をダイレクトに感じられるのが 250L で、ラリーはバイクと一緒に楽しんでるっていう感覚が。いいこと言うね。自分で言っちゃったな、ちょっといいこと言うね。まあ、ということでここまではね、またがっての印象の話なんですけど、実際乗ってみて、じゃあ開発者の方々が言ってたことが果たして本当なのかどうか、でそれが言ってる通りであれば100点のバイクだし、言ってる通りのバイクじゃ全然なかったらインプレ上は0点のバイクにもなるし、まあ乗って楽しいのは間違いないと思うんだけど、言ってたことが本当かどうか、乗った感想はまた次週お届けしてまいります。ではですね、続いてはみゆちゃんのコーナーです。葉月みゆのホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉県松戸市にありますホンダドリーム松戸からお送りします。
お話はホンダドリーム松戸のメガネがよく似合う島村さんです。今の世の中なかなか旅に出るのは難しいけど、明けない夜はない、出口のないトンネルはない、いろいろと移動できるようになるなら遠くへ行きたい、風を感じたい、まあバイクでいろいろツーリングに行きたいです。恥ずかしくないですか？うん、恥ずかしくないわけがないよね、もう飛んじゃってるからということで、やっぱりね、バイクでね遠くに行きたいなって思ってる人は多いと思うんですよ。そういうところをね、もし移動できるようになったらのお話をお願いしたいと思います。はい、では遠くに行く手段としていろいろありますが、今回は、一番遠くに行くのに適した高速道路を使ったツーリングについてお話をしていきたいと思います。高速道路を使ったツーリング、そうですね、はい、高速道路を使ってツーリングしてみましょう。はい、今高速道路の醍醐味っていろいろありまして、例えば高速道路サービスエリアとかどんどん今建て直してるんですけれども、はい、道の駅に似た感覚でハイウェイスタンプっていって、高速道路のサービスエリア行くと今スタンプラリーみたいな感じでスタンプをするようになってたりして、そういうのを、ね、集めるのも楽しいですし、確かに、あとは例えば今テーマパークみたいな高速道路のサービスエリアとかっていうのもできてて、あれだ、観覧車とか、そうですね、あるやつありますよね。観覧車あるようなところとかも結構今ありますので、そういうところ行ってみるのも面白いと思いますね。面白いですね、その高速道路だけで完結しちゃいそうな感じじゃないですか。ご飯なんかもね、今トラックとかでね働いてるドライバーさんなんかも満足できるようなご飯とかっていうのもレストランいっぱいできてますので、そういうのをね巡っていっぱいご飯食べてっていうのも楽しいかもしれません。確かに休憩の時の一番の楽しみはご飯な気がします。そうですねあと高速道路には宿泊施設があるところもあるらしいですね。そうですね、この辺だと佐野とかには宿泊施設くっついてますね。であとは宿泊とかじゃないんですけど、夏場とかでシャワー浴びたいなとかっていう時に、今新東名なんかは結構シャワー併設してるサービスエリアとかいっぱいありますね。そうなんですか？そうなんですよ。じゃあもう本当に休憩しに行けるってことですね。そうですね、もう一泊してそのままどっか行くでもいいですし、その一泊を目的としてサービスエリア行くのもそれはそれで楽しいかもしれませんね。高速道路といったら ETC をもう車載されてるバイクとか増えてますよね。そうですね、今ここにあるゴールドウィングなんかもそうですし、750cc 以上のバイクだと結構な確率でもう今 ETC2.0 ついてますね。 2.0? 2.0、 例えば一時退出をしてもう一回入った時の料金が一緒になりますよとかっていう風に、まだ一部区間で制限はされてるんですけれども、道の駅行く時にそこで降りてもう一回乗りますよっていうと料金が一緒になったりとか、あとは圏央道が安くなったりとかっていうのがありますね。ETC やった方がやっぱ1日料金所でね、こう手袋外してお金を取り出してチケット取ってみたいな手間が省けるから絶対 ETC やった方がいいですよね。そうですね、やっぱり立ちこけのリスクとかも減らせますし、料金所とかでねお金払ってると後ろの車とかのプレッシャー感じてね、グローブ外してとかってやる手間がかからないのでやっぱり ETC バイクこそついてるといいですね。そうですよね。ではありがとうございました。ありがとうございました。ここでホンダドリーム松戸からお知らせです。ただいまホンダドリームではホンダ GO バイクレンタルサービスを実施しております。ご利用時間は最短2時間から最長55時間まで、目的に合わせて5つのプランから選択可能。また車体保険も2種類ご用意しておりますので、もしもの際も安心です。購入前の試し乗りや久々にバイクに乗ってみたい方、さまざまな車種を楽しみたい方にぴったりとなっております。レンタルについての詳細やご予約などはホンダ GO バイクレンタルのホームページをご覧ください。さてエンディングでございます。なんかね世間の雰囲気がねまたちょっとこうなかなか厳しめになってきてますけど、そうですね、2021年になってもまだちょっとね情勢が不安定なところがあるんですけど、まあね世の中が徐々に、ね、明るい方向に向かっていくといいですよね。そうですね、もしかするとしばらくはこういう、ね、会議室このパターンがしばらくあるかも分かりませんが、我々できる環境の中でですね、さまざまこういう情報をお届けしようと思うんですけども、もうバイクってさ、もうちょっと怒ってるよ俺。バイクってさそもそもさ
単独行動ができる乗り物としてはとてもとても優秀なわけじゃない。そうですね、その例えば、うん、あのバスとか電車とか飛行機とか船とか大きなものに比べれば、一、うん、人で乗って一人で行動できるっていうとてもとてもこれ得意な乗り物 で、うん、でまあ、自転車ももちろんそうなんだけども、エンジンがついてるおかげで遠いとこまで行けるとか、だからバイクってね、本来は密になり得ないとてもとても素敵な移動手段だと思うんですけども、とはいえそれがやっぱ集団に立ちますと結局集団は集団なので、まあ、こういった時バイクの遊び方っていうのは考えさせられるところあるんですけど、そうです、ね、まあ、我々もね、うん、あのご覧中と不自然な距離を空けて今やってることになってるんですけどもあのまあバイクもちょっとうまいこと考えながら楽しんでやってまいりましょ う、 そうです、ね、密にならないようなバイクの楽しみ方っていうのをね、うんうん、ここもね、はい、あの皆さんにねご紹介していければいいなって思いますよ ね、 そうですね、まあ、今日あのご紹介した CRF250 みたいな、はい、あの海外生産モデルってやっぱりそのコロナウイルスの影響で遅れちゃっているみたいなんですけど、まあ、あの納車を楽しみにしている人ですとか、はい、これから新車買おうなって思われてる方とかね、あの楽しみにしていただければと思います。まあ、それができないうちはあのこうね、思い出を思い出して妄想に浸って妄想ツーリングするっていうのも、皆さんいい景色見たことあるといろんな経験を持ちかと思うので、あの我々も、ね、乗れないときはやっぱ妄想するもんね。妄想しますね。あとひたすら動画を見てるとか。あ、そうね、そうね、ちょっとするよね。ずっとそうそう、ね、走ってる動画を見てるだけで結構満たされますよね。うん、そうね、テンション上がる、うん、僕はですねバイクのゲームをまた買いましたそれをやろうかなと思って、はい、あのバーチャルな世界ではあるんですけども、うん、まあ、実際に走ったことがある景色とかやっぱ思い出すとつながるものはあって、うんうんうん、まあ、こういう時だからそういうのもやってみようかなっていうのをちょっと楽しんでおります。はい、まあ、そんなわけでですね、昨年は何といってもですね、木村先生のちょっと衝撃のエンディングがありましてですね、トークのその切りなんていうかきっかけ始めが、あのね、聞いて面白い話があるんだけどってトークを始めるっていう、このハードルの上げ方これ半端ないなっていう、いや自分を律してらっしゃる自分に厳しい木村先生、今日もですね、まあ新年明けましての木村先生からの一発目の締めの言葉いただきたいかと思います。木村先生のお話です。出た、もうハードルを上げるんだもんね最初からね。いや今日はね、普通の話をしようかと思うんですけど、まあ、普通の話なんです。普通の話です、はいはいはい、めっちゃ面白いから、めっちゃ面白いハードル上げちゃったよつい最近私もキャンプ行ったんで、ちょっと美味しいお菓子をね皆さんにご紹介しようと思うんですよね。バーベキューした時に焼きマシュマロしますか。マシュマロ買ってきて、グリルでビュー焼いて、そうするとマシュマロペロンって溶けるんですよ。ペロンって溶けたところにサンドイッチでこうビスケットの間にビュって挟んで、あのチョコレートをかけて食べるってめっちゃうまいから、ぜひやってみてください。ほら面白い話というわけでまた見てね、バイバイ。ここで月刊プレゼントのお知らせです。バイクによる社会貢献活動を行っている一般社団法人ピースメーカーからココペリ T シャツとステッカーを1名様に。千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりビッグワンオリジナルパーカーを2名様にプレゼントします。さらに国内外の自動車メーカー指定用品として採用される信頼のカーケア用品メーカーであるシュアラスターよりゼロフィニッシュ、ゼロバリア、ループパワーショットをオリジナルバッグ付きスペシャルセットにて3名様にプレゼント。ご応募お待ちしています。